ですね、これで。これタイトルでしたっけ？トゥーサバイブドメアイランド2か。これの続きからやりますかね。なんだったかな、ジジイの願いを叶え、してんのか、武器工房を作ったんですよね。配信会で。こう、武器工房を作ったから、次のミッションに行けるようになったと思いますよ。じゃあ、行くかな。あそこのおっさんだったと思う。そうそう、これ。あ、これ。ゲメグイのように無線信号をキャッチした。また時間空いてから喋り方忘れたよ。その出た時は街でゾンビどもが支配するヤクルの家だった。単に無線機の故障かもしれない。でももしかしたら助けを求めるサバイバー、つまり新たな同志候補かもしれないのだ。ほう、仲間、調査してきた。ここそれほど難しくはないだろう。もちろんはっきり。きっちり装備を整えていればだが。私はこれ引き続き、無線の帽子を転びる。じゃあ、切ります。また待ちか。無線機ね。これ人探しが地味にめんどくさいんだ。もっとヒントがあれば、わかりやすくいけるのに。マップに出てたりとかしたらもっとわかりやすいんだけど。出てないよね。ああ、また回っちゃうんだよ。これ、インクロ。さあ、殺すことにももう慣れてきて、あ、いきなり喉乾いてるな。ちょっと、食って、水もなんとなく、ゲットしたりしたんでね。まあ、こんなところでいいでしょう。あら、また多いじゃないですか。一人ずつね、まだ確実に行こう。こんなに時間かかってる暇じゃないんだよ。あれ、俺の思ってたやつを射抜いてない。そう、仲間が増えたら人がいたらなぁ、もうちょい楽できるよなぁ。さあ、相手も探索しつつ、畳の中にも、入らないよ。ちょっと、あんまり肩を置いておきたくないなぁ。多いなぁ。そこもこんにちしてやるよ。容赦なくな。なんかっこいい。なんでぶっ倒されて弾むんだろう。力なく倒れるのはまだ理解できるな。もう行ったろ。お邪魔しまーす。どうぞ。一番の晩ご飯。うらぁ。さあ、ゾンビを殺すことにも慣れてきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。誰がいませんか。うわ、いいね、入ってきて。チペット消しなんだよ。あかんな、どんどん来るな。来て来て来て。頭の中狭いからやっぱやーね。これはいかんね。いつまでも建物の中にはおれんな。おいでーす。ペット略だ。どうだいしゅうか、こっちだま。これもこれ汚い花びら。前回も同じこと言ってるけど、もうそんなゾンビを倒すだけじゃそんな喋ることないですよ。
今ね、ゾンビを倒しまくってて、さすがに焼肉食べたいなっていう気分にはなれないんでね。10点じゃない10点10点10点むずいな、いくよむずいな。まだまだ広いじゃん、入り口いっぱいじゃない。力尽きるよこのまま。邪魔されてるんだけど。ボールって武器になる？そう、アイテム。あ、これ無線機だ。ハロー、こちらコバクシーの師匠、どれか見えた？コバクじゃん。君が、それは。これはこれはいつからつもりだぞ。やれやれ。それで我らの仲間の同社見つかったのか。いや、うまいっすね。はい、誰もおかしいな。誰もおかしいな。私は確かに、まあいい。これ以上時間分の見せの仕方ない。ケントでもどう？ここまで来て？奥？おおおお、こっちゾンビだ。ミッションクリアしたから。いいよ、ボンは帰るよ。帰りたいんだけど、帰りたいんだけど来るな。ちょっとまた犬が出待ちしてる。痛い。もう帰る。ゾンビがいない場所がない。ゾンビの内側どこ行ってるんだな。バカ、あかん、これあかんよ。犬だけがやっぱりね。帰るんだ。あ、サブミッションあったけどもういいや。こんなにね、時間かけてらんねえよ。こんなってちょっと。誰もいなかったから、結局収穫はなしですよ。まぁ、あ、ちょっと、このミッションがストーリーに関わってくる、ストーリーとまぁ呼べるものなのか何なのかわかんないけど。もうストーリーモードっちゃストーリーモードってね。その様子はどうやら君が思ったことは簡単にはいかなかったようだな。それが、それで新しく一人、効果的な防備を整えることが聖書を分けることがあるだろう。原因は面だが、ゾンビでも時が経つにつってより強く、より凶暴になっているようだが、この奇妙な現象を詳しく調査すればならな。まあ、自分の領域が上がるほどゾンビも強くないんですよね。だが今は望みた我らのゲストの見学戦術だ。本当に誰もいなかったのか。何の痕跡もなく全く。濃厚なチョコレートの匂い、奇妙だ。実に奇妙だ。チョコバーのために剣も帰り見ずに毎日に入る。そんなアホがいるのは信じられない。もしかすると君が以前会った帽子の男ではないか。次に会ったら聞いてみるといい。まずゾンビになっていなければならないか。帽子の男、あー、いたね。収穫とかぶったりとか。まあ、行くのも続けるじゃないか。これ君の建物の続きは、はい。じゃあ次。まっとうな武器を作るために必要なものを作ったようだな。それではお仕事に出るか悪いとしよう。バットや小さな意味でも確かに出かない、変えないことはない。ゾンビの数が少なくて動きが鈍い限りはな。だが連中が実態が無理で走って襲いかかってきてどうする。そうだ、聞き間違いではない。奴にはまだ走れるものも残っている。感染によって神経網と筋肉が侵食されている速度には悪すぎあるからな。何を期待していた。
事故の世界のこと平等と信じてるのか。うるさいよ、そんな。だが、いい知らせもある。奴らは弾丸より遅いのだ。もう気づいているのが、これが君の次のミッションだ。銃弾を作るに必要なものに見せるが、我が保証か。そんな悟空みたいに。知らない。最初は私がいくらか用だって言ってあげよう。だが、次からは君が自分で作れよ。全てをやってあげられないんだよ。わかるよ。何も言えないということは、どうかということだろうね。喋れないだけですけど、すごく喋れないだけです。いや、弾薬を作るなどって、まず解決するだ。当然だな。他にも材料やら、道具やらの必要になる。よく私の話を聞いて覚えることだ。それを見つけるのに適した場所、それは町の中にある店だ。また町かな。私はこの子で愛している。だが私が決めたら、角にある武器屋を最初に見ます。残念ながら武器なんてほとんど残ってはいないだろうが、もしかしたら、略奪の手を逃れた火薬くらいはあるかもしれない。どうだろう。はい。じゃあ武器屋を目指して火薬を取りに行きます。ああまた町じゃあ町に住みたいよ。町のやつを一旦皆殺しにしてよ。あくだうわーいっぱいいる。戦いな、戦わないで行きたいな。戦わずにはいけなさそうだな。しょうがない。また一体一体行こう。やっぱ硬くなっていくんだね、ゾンビも。私は弓一撃で殺せたりもしたけど、そうもいかないと。レベルが上がると強くなる。不思議な手が。あっ、当たれ。あ、お腹空いてる。もう一丁ビーフ回復もしとこう。あ、ここじゃないんですよね、包帯を。あれあれ、いけいけ。そう、持つ建物タンプ。わあ、静かにしなよ。エンジンパーツピース。おお、なんかいろいろアイテムが。ここは甘いか。うさい。相手を黙らすにはどっこらすのが一番手っ取りだよな。あれ、僕何か間違ったこと言いましたか。さあ、火薬1個ゲット。あ、開けないでおこう。うわうわ、あっぶねえ、危ねえ、危ねえよ。無理だよ、こういうゲームだから。もう汚い言葉も出るよ。死にたくさい。くそ、打点が。この人間じゃないからね。ちゃんとした
大人なの。まあ、ひよこでやっておりますが。まあ、もっとちゃんとした大人はね、こんなゲームばっかやってないんですけどね。こんな。殺意を込めて、ゲームにいるんではないと思いますかね。いや、でももっと FPS ガズではもっとすごいことになってるよ。もっと大騒ぎだよ。俺のたどり着けなかった次元だよ。ちょ。止め。住まいの方ですか？お引き取りください。上にもいると。火薬ないね。これ特にこのアルミパイプとかもないな。火薬全然あるわ。奥の角の武器屋とか言ってたけど、ガムシ処理やんけ。またくそ、全力でかき出してくるんじゃないよ。ワンパックですから。子供のまま大人になり、そのままゾンビになっていったのでしょう。ここに何かあるような気がしてるんですけど、そうマップが言ってるんですけど、こっち？あ、上？上ですか？合ってますか？アルミパイプだ、ペレットだ。あと一個ずつ。奥ですか？あれ、でもなんかマークが消えない。こっちかな？これだ。で、これだ！よし！やったぜ。これもう疲れたよ。帰ろうか。このゲーム疲れるな。これで、何が作れるんだっけ。銃とか作れるんだっけ。銃弾が作れる。俺は俺大変じゃないかね。まるで初めての子供ができた時のようだ。まあ、黙りのあれだ。情報聞かせてきてんな。年を。トマゴイ銃弾の作成は君が衝突を遂行する上で非常に重要とするんだよ。気になって仕方がないようだな。いやー、心躍るね。でも銃っつったら縁起物で銃は必要不可欠だ。さあ、社交してきてもらえ。準備ができてもらおう。よっしゃ、作ろうぜ。やっぱ銃だよな、こんな近距離戦じゃない。こんなもう、原始的なものじゃないんだ、やっぱ。ゾンビ倒すにも。これが銃弾だね。作る。で、これが銃になる？銃はまだ作れんやん。はい。じゃあ、弾を。作りましたよ。次、じゃあ銃になるのかな。ファイナウダティオフコバック。I'm extremely troubled, survivor.
現状のパイロンが続くのを停止した。お互いは全く繋がらない。故障だと思うね。あれね、私のパイロンだぞ。大好き。そんなに山に作ってない。誰が置いておくださいいや、沈みようというべきか様子を見ている。私の次はこうだ。飲みなれきの鹿どもが私のパイロンに体を固定することで静電気が発生し、それによってパイロンを故障したんだ。やばい。この私の教訓は、現地のバカどもがこれ以上バカをできないようにすることだ。頼む。私のために言うのが嫌ならば、私のパイロンのためにやってくれ。はい、かわいそうなパイロンたちに救うついでに、鹿どもの死体からいろいろ役立つ資源を手に入れるとは、もちろん腐りきっていなければなんじゃが。わかりました。鹿ね。鹿を倒せばいい。鹿はさすがにいるかな。ゾンビ鹿だからね、凶暴そうな感じするよね。あれだ、まずはそいつをやっていて、いやこ第一撃が重い。強いじゃん、めっちゃ。どうすんの、どうしよう。ここまた逃げながら戦おう。できるか。一人詰めてくるんですけど。痛い。ああ、受け切れてる。登ったれ。はっ、ざま、お前登るんかい。やった、やっと痛い。マジ？そんなんなの？やっぱ銃必要だよ、こんなん。そら、弓矢なんかじゃ、もうお話になりませんって。未来が見えなくなってきた。うん、ああ痛い。ひえ。受けながら戦う。よし。派手な戦い方してあんまり最終的な戦い方もしていないよな。こんなちまちまでいいのかな。求めてる戦いって ダメだ俺もう芋ってばくんちゃでちょやばい案の定やっぱ仕方の戦闘に人は邪魔なんだが、ゾンビモノって感じだよな俺今。
俺の心身は今ゾンビ者だって感じなんだよ。どこから来るかわからない奴にびくつきながら戦っている様は。これじゃない感がする。多いな、やっぱ鹿がいるぞ。鹿に気づかれないように、外から痛いん。やばい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 。怖い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 。まだ、いや、人だ。人だった。生存者見つけた時に役者じゃない。邪魔だ。マジで、マジでよ。あ、しまった、荷物重い。俺、動き重い。これ、持ちすぎだな。もう、捨てるか。過ぎたか。この辺の目はなんか俺緊張感ないやん。命がかかっているっていう時にアイテムの整理とかなんだろう。これじゃない、こういうことじゃないんだろうな。そういうことじゃないけど、俺はやるよ。アイテムの整理。二体つま引けばさ。ギャッセ。今年で固まろうぜ。待って、持ってきてど、どうしよう。うん、男村、こっちで語り合うぜ。やっと死んだ。急に突きながら皆越しだ。真の恐怖を与えるのはどちらか教えてやるよ。ゾンビごときや、それで後悔するんだな。あ、経験近すぎて。ほら、思い知ったか。まあまあこんなもんでしょう。分からせてやったぜ。人間様の偉大さを。よくないです。よろしくお願いします。ほら、やったよ。ほら、鹿を倒してきたよ。あ、君らパイロンを残せるための柵を、ああ、壊されてたかも。もしかしたら山の西側にここで住んでいるアイちゃんの仕事かもしれない。連中が君が来る前に私の元を訪れていた志願者だったのだ。お一人になったよね。どうやら連中は私を信用するやはりと決意しているが、まあ当然だろう。だが私は連中を信用していない。興味があれば、訪れて何かを見ましょう。まあ、当たり前の人たちだよね。嫌なんだけど、人と鳴らすウォーキングデッドみたいになってんじゃん。今回はこんなもんですかね。じゃあこの辺の人間関係がどう影響するのか、
次に続きますね。よくまででした。さよなら。